入眠ラジオ、今月もお疲れ様でした。お疲れ様です。なるみやいつきです。今年もゴールデンウィークがやってまいりましたが、皆様予定はいかがでしょうか？私はいつも通り特に何もないですし、隙間平日をね、有給で埋めるとかそういうのも別にやってないので、まあ本当に例年通り、いつも通りみたいな感じですね。まあこれ毎年言ってるし思ってるんですけど、大型連休ってやっぱり大型連休じゃないと休めない、予定を合わせられない人たちが普段行けない施設へどっとね押し寄せる期間でもあるので、やっぱちょっと出かけることでは休めない、逆に変な疲弊をしてしまうなというところがねあるので、まあ幸か不幸か大型連休に遊びに誘ってくるタイプの友人もおらず、実家から帰って来いとせつかれることもないので、まあのんびりとね、家で作業したりゲームしたりしながら過ごしたいと思います。で、ちょっと一応今ね、友人の手伝いやらなんやらで余裕がなくて、小休止期間ということでチャンネルの方も比較的のんびりしてるんですけど、まあ一個積まれていた作業が終わったので、そろそろここからのね、連休中くらいから復活していけたらなぁとは思っております。いや、本当にほらけ、会話ね、あれやるのを楽しみにしてるんで、はよやりたいんですよね。と、あとは FF14 のメインクエストやる動画は撮りたいですね。まあ、メインクエの配信はもうやらないよっていうお話を、小休止の説明枠の方でしてるんですけれど、まあ、楽しんだよ、楽しかったよっていう記録は、形にして残しておきたいなと思ったので、これもね、アップしていけたらなと思います。はい。といったところで、今月もメッセージをいただいておりますので、読んでいきたいと思います。天の川の主さんからのメッセージです。お疲れ様です。天気が悪かったり、忙しくて時間が取れなかったりした中でも、なんとか今年も花見をすることができました。別にシートを広げてお酒とかを飲んだりしたわけではなく、散歩しながら眺めた程度ですが、ただ視界に入るのと意識して見に行くのとでは、やはり気持ちが違います。成宮さんは花見には行かれましたか？それとも買い物の途中とかで目に入ればそれでよしとしますか？はい、ありがとうございます。お花見は、私はまあ、意識して見には行きますけど、お散歩のついでとか何かのついでにって感じで、なんやかんや用意して気合い入れて見に行って帰ってくるみたいなことはしないですね。まあこれも最初の方に言ったようなことにつながるんですけど、やっぱり、いわゆるお花見、お弁当を用意して、レジャーシート敷いて、みたいなことをしようとすると、そういうことができる場所ってめちゃめちゃ人が多いので、そこでね、疲れちゃって、まあ、そういうのが嫌なので、一般的にイメージされるようなお花見、レジャーとしてのお花見は、まあ、自分ではしないかなという感じです。ただまあ、桜がね、たくさん咲いているところは見たいなっていう気持ちはあるので、一応ね、先週ちょっと見られるかな、まあ見られなくても別にくらいのテンションで京都の方に行ってきました。で、そういうテンションだったので、そもそんな桜が咲いていないというか、なんだろうな、桜を気合を入れて植樹していないエリアばっかり行ってしまって、具体的に言うと、錦市場と京都水族館っていう、桜？何それ？みたいなエリアにしか行かなかったので、結果的に京都水族館の目の前って、広い公園っていうか、広場、小さいステージがあるような、一般開放されてる広場があるんですけど、そこに咲いてる八重桜を、さらっと楽しみました。本当に申し訳程度にね。楽しみました。多分ね、二条城とか、あと、嵐山の方だとかね、そういう方に行けばもうちょっと楽しめたんじゃないかなとは思います。言って、そもそもピーク過ぎてたところはあるんですけど。まあ、個人的には、花より団子という感じにはなってしまうんですが、錦市場でね、食べたかったものをひとしきり食べられたんで、満足です。はい。またね、次は秋に、今度はまあ、今度というか、今年度はまあ、早めに有給を取りつつね、もみじを見に行けたらなぁと思います。
久保田万太郎、春深く。かつて磯部というところへ行ったことがある。上州のあの温泉の29の春と覚えている。駒形にまだいた自分だ。みっともないから事の次第は言わない。とにかくその自分、今にして思えば空な話、拉致口もない夢のような話を頼りに、私は苔未練な毎日を送っていた。寂しく、味気なく、何をする張り合いもなく、人気そのもののような毎日を送っていた。その間で、ふっと東京にいるのが嫌になった。どこかへ行くことだ。平然、どこへも出たことのない奴が、わけもなく、そう思った。で、すぐそのつもりにした。外へ出たついでに、旅行案内を買ってきた。磯部を選んだのは、島崎藤村先生の、確か、芽生えの中に、そこのことが出てくるのと、岡本喜道さんがその少し前そこへしばらく行っていられたというのを聞いたのと、そうした二つの理由からだった。島崎先生と岡本さんの好みに合うところならどう間違っても大丈夫だ。一人でそう決めた裏には、安中だの松井田だの園長の春田の梅画家に出てくるそのあたりの寂しい日の消えたような光景の、自ら私に差し組まれるもののあったことはもちろんだ。汽車の中で読む2、3冊の本と、原稿用紙と万年筆と、外に1つ2つの手回りのものと、荷物といってはそれだけだった。カゴ1つでことは足りた。それを下げて4月の末の曇った午後、私はぼんやり一人で上野を立った。高崎で乗り換えて5時頃磯部へ着いた。そこで降りたのは私だけだった。切符を渡して思った以上に小さい、人気のないがらんとした停車場の構内を出ると、茂り切った桜の若葉の雨を含んだ陰鬱な匂いが静かに私に迫った。あたりはもう灯火の欲しいほどに暮れかけていた。蓬莱館まで2、3人、私を見てそばへ寄ってきた車夫の一人に私は言った。蓬莱館がどういう家だとかいうことを私は全く知らなかった。ただ、磯部で最も古く、最も大きい宿屋だということを汽車の中で聞いただけだった。それも直接に聞いたのではなく、大宮から乗ってきた二人連れの老人のそのあたりのことを互いにいろいろ話し合うのをゆくりなくそばで聞いただけだった。だから見るまでよもぎ、蓬莱館と書くのだとばかり私は思っていた。大鳥、蓬莱館だとは夢さら思わなかった。車は両側に不揃いな家の退屈に並んだ石坂道をぐつぐつ降りていった。道に沿って水の流れている様が、そう思ってみれば古い温泉の町らしい感じをどこかに見せていた。が、そこには残る花の風情もなく、
10分ほどで私は3階建ての大きなまとまりのないいかにも宿屋宿屋した作りの汚れ腐った玄関の前に降ろされた。こんな家か？すぐその時、私はそう思った。ひどく当ての外れたのを感じた。最も古く、最も大きい、という意味を自分にばかり引きつけて解釈した私は、それとは似ても似つかないものを、所詮は空想していたのだった。案内されたのは3階の何番かだった。そこへ行くまで薄暗い廊下をややしばらく右に折れたり左に曲がったりした。せめてもの満足は客の少ないことで、同じように並んだ隣の部屋にもその隣の部屋にも人のいるらしい気配がなかった。カラセシを言う番頭のいなくなった後、私は障子の外に出て欄干の下を見下ろした。玄関の前の植え込みに遠くぽっつりと一つ浮いた灯火の静かな無心な色が悩ましい東京の方へ私をいざなった。夕闇は濃く涙ぐましく込めた。湯に入った後でいたずらに皿数ばかり多く並べた膳の前に座った。為替の音が雨のように近く聞こえた。私はぬるい酒を我慢して飲んだ。と、開花の離れた座敷の方で、カチューシャかわいいや、別れのつらさ。と、大勢で歌い始めた。聞くと、女中は、信州の小学校の先生たちの会がある、と答えた。その晩早く寝た私は、明くる朝てきめんに早く目が覚めた。勝手の知れないまましばらく床の中でもじもじしていたものの、辛抱しきれなくなって私は起きた。窓の雨戸を開けると昨夜あれほど近かった背の音が静かに知らないふりに遠のいていた。顔を洗いがてら湯に降りた。昨夜はそれほどに思わなかったが、明るい中で見ると湯船も古く、湯の色も深く濁っていた。それには昨夜は誰もいなかった湯船の中に、流しの上に見も知らない人たちが仲間同士それぞれに固まって、高声にわけもなくわめき合っていた。言葉から押して東京でないことはすぐに分かった。体を拭くのもそこそこに私は部屋に帰った。朝の膳も昨夜に劣らないほどの品数を持っていた。ところ狭いまでにいろいろ皿が並べ立てられた。が、毒々しい色の刺身だの、こちこちに固まったフライだの、水のように冷たい吸い物だの、そうしたものばかりのどこに箸をつけていいかわからなかった。私の心持ちはしらけ返った。食後、私は外に出た。田舎田舎した好みの並べた石に気取りを見せた植え込みに、ツツジの
鮮やかに咲いたのを見ながら門を出て、足の向くなりに昨日車で通った道を逆に停車場の方へ歩いた。空は昨日と同じように曇っていた。私は郵便局を探した。聞くまでもなくすぐに知れた。電報を打つつもりで中に入ると、私よりも先にその窓口に四十格好の恰幅のいい、髭を蓄えたどこかの宿の泊まり客らしいこしらえの紳士が立っていた。はて。私は我にもなく注意した。見ないふりにしげしげ見守った。昨日別れてきた東京の匂いが、それほどもう私に珍しかった。郵便局を出てから薄井川の方へ歩いた。曇ったままにして薄日が差してきた。だんだん水の音の高くなると一緒に家並みが尽きて、しらじらと冷たく開ける河原の光景が、まもなく私の前にあった。話はこれだけである。その日の夕方、私はそこを立って東京へ帰った。なんだ、拉致もない。読者はおそらくそう言うだろう。私の思わせぶりな書き出しに誘われた読者は、おそらくそう言うだろう。が、それに違いないものは仕方がない。もし三、四年前だったら、私はことのついでにこれを小説にしたことだろう。小説にしないまでも、薄井川の瀬の音の、老けて、いかに悲しく寝覚めの枕に響いたかということを、山鳥の尾の長々しく書きくどいたことだろう。残念なことに、そうした丹念さを、私はすでに失った。これを要するに、島崎先生と岡本さんの好みに合うところならと思ったのがそもそもの間違いだった。島崎先生なればこそ、岡本さんなればこそ、それぞれ折り合えるものも見出されたのである。30前の生若い、両権の決まらない、たじれ切った私には、頭で無理なところだった。あまりに乾きすぎ、あまりに沈みすぎた。例えば、風の絶えた墓藁のように、私には心細い場所だった。本当の一日一晩、時間にして、24時間と私はそこにいなかった。でも私には4日と5日いたほどに寂しく感じられた。できたら10日と半月いて仕事の一つもして、と思って持って行った原稿用紙を入れたままのカゴを下げて、その晩上野の停車場の改札口を出たとき、そのあたりのいるように明るい灯火の色が、私には全く欠け構えのないように冷ややかだった。温泉の町の河原に作るよさむかな。それから四五年して、ある人のところでよさむという題を課せられたとき、私はこうした句を作った。磯辺のことを言うまでもなく思い出したのである。それが4月の末であったにかかわらず、私には日を経るにつれてその思い出の、なぜか秋の色に寂しく染められていくものが
あるのである。さて、アフタートークのお時間でございます。4月といえば新生活を始める方も多い時期、そうでない方でも何かを始める時にしようと何かしら新しいことに手をつけたり、新生活セールに乗じて新しいものを買ってみたりした方もいるんじゃないでしょうか。かくいう私も別にセールに乗ったりなんだりしたわけではないですが、ちょっとね普段使ってるコントローラーが壊れてしまったので、新しいのを買うついでにというところで、いろいろと新しいもの、今まで買ったことがなかったけど欲しかったものを購入しました。で、一つ目がドーナツクッション。最近ちょっとね、なんでこのタイミングでそうなるようになったのかもわかんないんですが、寝るときに寝返りを打とうとすると、腰のあたり、腰からこの尻につながるあたりの筋肉がピキってこうする感じって言ったらいいのかな。とにかくまあ痛みがね、走るようになったんですね。で、まあそのせいでちょっと寝返り打つのが怖くて、すっごい怖ぐわ打つ、怖ぐわ打ちながら行ってってなるみたいな夜を送っていたんですけれど、そういう状況になるのが夜寝る前だけで、別になんかその慢性的にそうなっているというわけではないので、これはおそらく長時間座ってるのが良くないんだろうな、というところで、負担軽減にね、ドーナツクッションかなというわけで買ってみました。まあ、結果まだちょっと怖いかなっていう瞬間はあるにはあるんですけど、本当に9割方改善されたので、まあまあまあ効果はかなりあったんじゃないでしょうかと思っています。本当はね、今使ってるのがテーブルと座椅子なんで、そうじゃなくて、まあ、膝のこともね考えたら、そうじゃなくてデスクとデスクチェアとかにしたらもうちょっとね、なんかいろいろ変わる気もするんですが、さすがにね、今から変えるのは結構重労働というか、まあ面倒なんで、今の状況でちょっとでもいい環境を整えていけたらなという感じです。で、机周りでもう一個買ったのがアームレスト。これは机を延長するって言ったらいいのかな、肘置きを机に設置するみたいなやつですね。まあ前々からたまに言ってはいたと思うんですけど、ちょっとね、机の奥行きがそこまでないので、マウス使う時に机のヘリが手首のあたりに来て、こう冬とかすごい冷たかったりだるくなったりしてて、それをどうにかしたかったんですよね。そんなわけで買ったんですけど、こっちはね、まあいいはいいんですけど、こうなんかやっぱこう支えがあるとそっちに体重を寄せてしまうところってね、人ってそういうところあるじゃないですか。なんですごいね、ふとした瞬間にめちゃめちゃ体重を預けてる時があって、これ姿勢やばいことになりそうだなーと思いながらも、まあ愛用はしてます。はい。ただ結構縦の長さ、奥行きが長めで30センチあるんですけど、そんなになくてもいいな、もうちょっと短くてもいいなっていうのがあります。でもね、いっぺん返品して縦幅もう少し短いやつを買おうかなと思ったんですけど、そう思うと今度横幅がねちょっと合わなくなるという、世の中ね、そう都合よくいかないねみたいな状況になるので、漁業範囲かという感じで一旦納得はしてます。そう、なんかね、どこの商品見ても実数規格でもあるんかってくらい同じサイズしかないんで、なんか多分世間的にはこれが売れ筋のサイズなんでしょうね。と、あと一個買ったのがナイトキャップですね。なんか小学校の給食当番の時に被るみたいな、あれ、夜にね、つけるやつ。はい。で、最近ちょっと髪にね、髪の質に気を使うようになったので、買ってみました。まあ、これに関しては正直効果わかんないです。まだ。触った時にツヤツヤしてる気はするけど、プラシーボかもしれないなーみたいな。ちょっと様子見ですね、さすがに。ただまあ私、割と起きた時に髪が爆発しがちなんですけど、
それが最近はないなーというのは結構感じてるので、可動範囲って言ったらいいのかな。寝返りによって髪が暴れる範囲、それが狭まったことによる効果は出てるんじゃないかなとは思います。はい。そんな感じで新商品とともにいい感じの新年度スタートを切れているんじゃないかなという感じですが、皆様はいかがでしょうか。よかったらこんなもの買ったよとか、これ良かったよとか失敗でしたとかあれば、メッセージからでも、これのね、動画のコメント欄とかでも教えていただければ嬉しいです。はい。といったところで、そろそろエンディングのお時間となりましたので、締めていきたいと思います。入眠ラジオ、今月もお疲れ様でしたは、毎月1回、月末更新のコンテンツです。だいたい30分くらいを目安に、トークと朗読で、お休み前にゆったりとした時間をお届けできればと思います。もし、ラジオで読んでも構わないメッセージがありましたら、概要欄にあるメールフォームからメッセージを送っていただけると幸いです。それでは今回はこの辺で。今月もお疲れ様でした。おやすみなさーい。